うわうわうわ、初めて見た、こんだけ人いるの。すごいね。あ、メガノンステージが始まった。メガノンステージ始まった。メガノンステージ始まった。リサイタルだ。リサイタルだこれ。こっからどうするんだろう、この人たち。ボタン押せよ、誰。何にも考えてない。始めるとき言ってな。俺がリーダーだ。あ、リーダーリーダー大丈夫っすよ。キャプテン始めて大丈夫っすよ。始めるよ。リーダー行くぞ。いない、いない、いない。いない、いない。リーダーお願いします。ヌマングアス始まるよ。始まる。始まります。俺たちの戦いが始まるんだ。行くぞ。二度見視点しか見れないな。これだと。二度見視点。これ二度見の音上げた方がいいのかな。ちょっと。あ、ガクンガクンじゃない？二度見視点。なんかかくついてるように見えるな。あ、でも今安定してるかな。うん。スペック足りてないのかな。スペック足りてない。スマホでもできるこのゲームを。でも確かにガクガクしてんの。スマホでやってんの。確かに一番必要ねえからな、スチームの中。これできなかったら多分何もできないと思うんです。確かに。テトリスもできないんじゃないか。これテトリス。あーでもさっきナイスだったな。もう完全任しちゃってた。めちゃくちゃ綺麗にはまってて、まずセンターがさ、あの右から俺と一緒に見つけた7個の死体とかをセンターしてもどうやって見つけたかわかんないと思って。確かに。もうなんか何なんかあーってなっちゃった。何が起こったの。紙一重だった。最後は一緒に動けた。あ早々に。今死んでたよな。今死んでたよな。ヒロちゃん、あれトリッピー死んでたよな今な。なんだ。トリッピー死んでたよな今。何者だ。何だった。どこだ。死んでた。どこ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 。え、カフェのなんか下のちょっとね。真ん中の下のところのところに。あ、ストレージストレージ。ストレージストレージ。ストレージ。死んでた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 。ストレージの真ん中あたり。ストレージの真ん中ね。で、アドミンで最後にさ、一緒にいたの誰？アドミン、俺が酸素やつだ。アドミンね。アイゴリット。俺、ナナコさん。ナナコさんと、で、私もいた。うん、いた。ていうか、なんかさ、O2 人多すぎね。なんか初めての時から。めっちゃいたねえ、ナナコさん。なんでみんないるんだよ、そこ。道に迷っちゃってくれるからさ。みんないたねえ。でね、俺ね、二度見ね、ナビゲーションで一回見たよ。その後、下に行ったのかな。ナビゲーション？はい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 。ナビゲーションで、ほら、ズズと、あと、キューちゃんもいたでしょ、ナビゲーション。はい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 。いたでしょ。あの時に二度見と一回すれ違ってる。おお。あ、じゃあその時え、その時いつ生きてる時って。生きてる時は O2 にみんながめちゃめちゃ集まってる前。ああ、じゃあもうめちゃくちゃ可能性あるやん。じゃあ誰でもあるのか。誰でもあるということ。シールドの方向かってるから。二度見だけ。うん、お前あの O2 いたの誰。俺いつ。あのめちゃめちゃ人がいた時。一回行って俺、あのめっちゃいた時。めちゃめちゃ人がいた時けど俺は行った。確かになんか道に迷って行ったらもう終わってて帰ってきた。うん、あ、そうそうそう。O2 行った後下行った人教えて。そうだね、下に向かったやついる。はい、俺も下行った。あの俺完全に小色ちゃんと一緒に下見つけたから。だってえ小色パッキンとはいたのかな。え、ちょ、私もいた、私もいた。あ、いたっけ。ズズかな犯人。ズズが今浮いてるから。おい、ナナコ今お前さ、今ちょっとちゃんと回しすぎたって思って急にボケたお前今。俺分かっちゃうな、そういうの。なんで一回スキップする。これどうする？分かんねえな。なんかさ、一回な。二人死んでんのが怖い。緊急の前に愛の戦士が上から落ちてきた。落ちは来てない。落ちては来てない。怖い。はい。ズズになりそうだったけど。うん。でも完璧ズズくんだけどね、あの滑りから言ったら。消去法でそうだけどね。いや、これはもうインポスター強いよ。あ、そう。絞れてなくない？まあ、いや、ズズくんは危ないんだよ。ズズはもう危なかったよね。あ、ズズは危ないんだ。あ、つかズズなんだ。ズズくん、ズズくん。ズズなんだ。ズズなんだ。あと一人わからないでしょ。あと一人は分かんなかった。ないね。俺をキルした人、言わないとこ、内緒にしとこう、じゃあ。画面共有で見れるのが二度見だけだったから。そうそうそう。あ、そっかそっかそっか。二度見さんは。俺のは見れるわけ。なるほどね。
でトリッピー黙ったから普通に殺されて誰に殺されたか。なんか俺さすぐに殺されるんだけど、なんかめっちゃガックンガックンやけど、ニドミちゃんとできてるアマンガースこれ。え、できてるよ。あね、それね、センターねあれだと思う。俺もニドミさんの視点ガクガクなったからディスコのあれなんだと思う。あーディスコは重いのか、うん、そんなことあるかな初めて見た。さあ、あそんなにガクガクなの。いやまあまあ全然たまにね、うん、けどたまにガクンってなる感じだから全然ありがとう、うん、こんなやつ。なんか超貧弱回線貧弱スペックでやってんのかなと思って。やってないわ500走っとるわ500は、え、ピング？ピング、ピングは、ピング500だったら終わり。ピング76、ピング500だったらできねえだろ。ピング500かと思った、今。自分で押した。死んでる人見えたね。あれ？あれ？誰も、誰も。ごめんごめん、なんか、大丈夫かなと思って、怖くて。あー、なるほどね。大丈夫かな。不安になっちゃったね。あ、でも意外と死んでなかった。うん、よかったよ。あー、そうだね。なんかすごい、なんかすごい、ちょっと長すぎ。確かに。ズズが白いね、そしたらね。あ、かなり白い。疑う余地がないわ。完全だね。押したから、うん、押したもん。シンプルやな。押したって押すもんちゃうわ。あと言い忘れてたけど、マジでズズの素数のやつ、俺の枠マジで受けてたよ。まだやってる。いや、まだやってる。いいよ。もう前の試合に置いとこ、あれは。マジで。いや、O2 終わった後に、うん、アドミンで俺その空気のやつ直した後にズズが全力でそのアドミンの中入っていってたから何してんだろうとは思ったかな。あ、え、どういうこと。あ、違う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 、 O2 終わったんかなと思ったんだけど。あ、それ私も同じことやってズズと同じことしてたからね。2人してスーッと入ってったから。あ、あと終わったんかーい、ズズあっち行こうやつって。あ、終わってないよ。70秒あるから、じゃあちょっと1日目のやつもう1回だけちょっと話そうよ。確かに。いいよ。だってそれにさ、7分なんでこういうのえ、なんかこういうってんの。あのね、やばー、俺も見てたわ。7個ずっと声色だと思ってたわ。え、ちょっと待って、分かる。俺さ、うわ、俺ずっとアイゴリとコイルちゃんと3人で行動するぞ、行動するぞって言ってたね。なんだよ、言ってた、言ってたの。言ってたよ、今。なるほど。ヤクルマラクエットゴリゴリといる。え、じゃあ俺混ざる、それ混ざるわ。4人で4人で誰か誰か余ってませんか。誰余ってないと。はい、はい、4人組作って。余ってない、好きな人同士で。やばい、やばいよ。やばい、やばい。やめてくれ、やめてくれ。トラウマがやめてくれ。誰かメッドベイに来てくれませんか。誰かこの後メッドベイに来てくれませんか。いいよ、じゃあメッドベイ行こう。じゃあメッドベイ待ち合わせで。全員ね。一回メッドベイ全員行こう、そうしよう。全員で私のことをショーンステージするから見てて。分かった。全員でメッドベイ。見るね。ありがとう。それだけ見てて。メッドベイ行かへんかったやつめっちゃ疑うからな、俺。許さんからな。めっちゃ疑うからな。人格疑うからな。引きずるからな。誰だよ、ズズに入れてんの。入れたの。あ、要素。なあ。メッドベイめっちゃ楽しみなんだけど。メッドベイオンステージ。メッドベイオンステージ見よう。二度目ちゃん行って。ここに行くしかない。うわ。うわ、キモい。うわうわうわ。初めて見た、こんだけ人いるの。すごいね。あ、メガのオンステージが始まった。メガのステージ始まった。メガのステージ始まった。リサイタルだ。リサイタルだこれ。こっからどうするんだろう、この人たち。ボタン押せよ、誰か。何にも考えてない。そう。この後。扉閉まったけど。うん。まあ、そりゃそうだよね。インポスター見るからね、ここにね。あー、え、キルした。やっぱ、ええ、ちょっと、あれは、そうなるわ、そうなるわ。そうなるわ。間違いなくて、間違いなくて、ぬさんです、今のはもう。じゃあ、俺じゃないじゃん、どう考えても。お前ら、みんなやってないでしょ。ぬぬさんだよ、今の。やってない、やってない。みんなでぬぬさんのオンステージ見てたはずなのに。やってない、やってない。やってないでしょ。最初の流れになった瞬間に。やっと閉じ込められたかと思ったら。あんだけいるんだから誰がやったなんかわからんじゃん、だって。でも待って、こんな状況を作り出したさ。え、こんな状況を作り出したメカが一番怪しい。メガちゃん、そうだね。確かに。これを狙ってた？するの。あんたらキャンセルのブルーンって出せるんか？あ、なんか。メッドベイ、メッドベイ
集まろうって言ったのメガちゃんだと。確かに。シンプルダウンが止まったのを見計らって閉じ込めたんだよ。確かに。自分でも気づいてない。そんなこと言ったらキュ。やっちゃったんだ。そんなこと言ったらキュウちゃん、キュウちゃんだって怪しくなるぞ。キュウちゃんがなんか行かないないとか。私がやったんだよ。なんで。私がやっちゃった。でもね、ズズズが閉じ込めて殺すような機能があるとは思えないんだよ。じゃあ俺は何でいいよ。じゃあ。じゃあずっと怪しくないな。ずっと怪しくないな。それはちょっと。なそうなるとな。うん、でもあんなところでさ、急に暴れん坊将軍するのはもう知能が。ウイロちゃんじゃないじゃん。ウイロ。少年にぶち込むかこいつ。待って、頭いいやつが怪しい。キューちゃんが今温度取ってるから。あのね。そう。キューちゃんの。キューちゃんの。頭良すぎるな。本当にキューちゃんがセルフリポートしてるんだよ。いや、待って、ちょっと頭良すぎるな。絶対ズズさん、ゴリちゃん絶対ズズさん。いや、メガや、メガやって。メガじゃない、メガじゃない。絶対ズズさん。メガが仕込んだからメガやって。いや、キューちゃん。わかんないけど。まあ、俺は自分の目を信じてキューちゃんに入れるけどな。いや、私やろうとしてるの一番怪しいと思うけどな。だって全然重なってなかったじゃん。殺した位置。え、嘘でしょ。VTR をご確認ください。なんでなるわ。でそれはどういうことや。マジなんてこの展開なんだよ。何これ。沼人形が出てきた。ここ出していく。これが沼人形か。今までで一番楽しい展開。キューちゃん釣られた。あれ釣られんの。あれキューやばいね。頭おかしい。あれはマジで頭おかしい。キューちゃん釣られるんだね。しかもなんか1票差とかじゃなくて4票入ってたから普通に入ってたもんね。あ、絶対1人愉快犯いないとおかしい計算だからね。二人は本人が二人ぐらいいる。本人やべえよ。絶対いる。まあでもまあ内心ちょっと疑わしくなっちゃったみたいな感じなのかな。まあな。確かに。ほらもう全員ほら議論する気ない中で一人だけ議論する気あった。見て。こいつちゃんがこいつを殺そう。めっちゃやってます。シールドシールド。シールド来てみんな死んでる人。シールド。シールド。さあ今小色ズズ小色との戦いが。あ。ストレージとエレクトリカルの間ぐらいで死んでた。いや、バキュー輝いたんじゃない？エレクトリカルで、いや、エレクトリカルで俺メガちゃんと一緒にいて、うん、で、エレクトリカル出たんだよ。そしたら七子さんの際があったから、メガちゃん見てって言って、メガちゃんに見せてから、あ、見てって、あ、そういうこと。そう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 。じゃあ、そういうことだ。誰かだって俺メガちゃんが出てくるの、出てくるの分かってんのに。待っててくれたん、うん、そう、あんなとこで殺さない。じゃあ、バキューが違うわ。メガちゃん違うわ。おまかい。メガちゃん違うまであんな。え、ストレージで発見したって言った？いや、前の前それ、ま、エレクトリカル。エレクトリカル前。エレクトリカル。廊下。うん。俺ずっとあの小色ちゃんと。え、マジなんだっけ？違う。小色はずっと小色はずっと立ってた。立ってた。立ってた。でもみんな立っとるわ。普通に。違う。え、だって立ってたじゃん。忘れたんかお前。いや忘れてない。立ってたけどなんかあるじゃんもっと言いようがさ。なんか。あと反復横跳び、ズーズーに見せてた。はい、そうです。合ってるけど、合ってますけど。嘘じゃないもん。え、じゃあ、愛の選手。え、じゃあ、2人じゃないの。いや、俺はメッドベイにいた。あら、メッドベイ。うん。メッドベイ。でも、1人やろ。でも、1人。1人や。でも、確かに俺、誰にもすれ違わなかった。ほぼ。じゃあ、1人。でも、でも、じゃあ、待って、殺せないじゃん。あ、でもいつ殺したかわかんないの、うん、そうやね。でも、まあ、バキュータがっていう可能性もあるよね。だから今、こうなってくると。うん、まあそうだし、あとメガちゃん、僕が多分最初にエレクトリカル入ったから、まあ後から入ってきたメガちゃんがやってるか。いや、私からしたら、そしたらじゃあもうバケウカてめこの嘘つきっていう。いや、それ言ったらやっぱいなかったアイゴリの方が自然だけどね。いやでも、まあでもアリバイ作れてないけど、そうなると俺はバケウカが怪しく見えてきちゃうよ。いや、バケウカだわ。やっぱりさ、最初の時さ、ナナ君と一緒にサコイロといたよ。でも殺されなかった。うん、でしょ。うん、あれ、え、待って、僕じゃないよ。だからゴリゴリは白いゴリラ。さすが小色ちゃん。よく考えて、エレクトリカルで殺してるよ。俺がもしそうだったらメガを。じゃあ小色ちゃんが犯人だ。あ、ゴリラ。やばいやばいやばい。わかんねえよ、これもう。わかんねえ。いやなんか変なとこで二択になってる。分からないことになってきましたね。分からない可能性はある。
いやーこれはちょっと神試合かもしれん。いやーこれちょっとーうわーもう誰とも子供が、うん、これ気づいてんのかな、何が気づいてんのかな、あ言うでしょう、おお何どうしたん、どうしたのじゃないよどうしたのじゃないよなんでそのままちょっとタスク行こうみたいなノリなの怖いよ逆に俺も普通にタスク行っちゃったわ。タスク行くんじゃないの、うん、え俺とメカちゃん普通にタスクやってたタスクしてタスクやってたよな ねあ待って今インポスターって何人いるんだっけ、もう分かんなくなっちゃったあれ釣ったの誰だっけ、キエちゃん釣ったんだっけ、わかんない、キエちゃんだけわかんない、はあタロさん、誰か殺されたら終わっちゃうでしょ、二人いたらそう、え、一人は釣れてるっしょ、さすがに5人いたら、え、でもキュウちゃんしか釣ってないから、あ、釣ったのはキュウちゃんしか釣ってないのか、そうそうそう、あ、じゃあやばい、バケユカ殺そう、いや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 、バケユカ、いやもうバケユカしかないって、バケユカ、バケユカじゃない、バケユカだとしたらその提案をしてこない、お、あ、そうなんだ、あ、じゃあゴイロちゃんだもん、じゃあやっぱ、ゴイロちゃん、アイゴイロちゃん、いやもうおかしい、なんでみんなバラけるんだよ、動きがおかしいもんだ、なんでんだよな、全然タスクやってないし、聞こえるね、タスクやってない、いや、俺は書いた、書いた、俺はもうそうだ、いや完全にそうだ、ゴイロちゃん、あなたゴイロ、犯人はあなたの、犯人はゴイロさんです、もうゴイロ、でもそしたら僕はやってました。僕はやってました。ずっと小色じゃねえか。いや、小色さんです。小色か。ずっと小色で、ずっと小色で、ずっと小色で、小色さんです。小色か。なぜ？絶対に、はい。小色。あ、後ろ塗りしてきたくれたけど、小色が怪しいのか。うん。小色ちゃん、最後に何のタスクしてた？ん？小色、お前は小色なの？小色？小色、小色ちゃん、最後に何のタスクしてた？ん？おや？お前、おや？これの葉っぱかな？葉っぱ捨てるのが最後にやったかも。葉っぱ捨てるのってどこでやってた？あの、おおつ、おおつで葉っぱ捨て、あ、白いわ。白いわ。これ白いね。これ白いな。これ白かったわ。なんで勝つんだよ、なんでこれおかしいだろおいなんでこうなるんだろマジでいやー、おもろかったー、俺がおかしいだろなんでこれで勝てんの神ゲー、マジ神ゲー、アイゴイ強すぎだろお前よかった、いや、アイの選手よかった、確かにズズなんだ、てか、ズズだった、ズズだった、なんでキューちゃん釣られたのあれ満場一致でキューちゃん釣られたけど神ゲーだったな、お前ら聞いじゃねえ、いやちょっと犬死にしすぎだろ俺、いくらなんでもあれでズズ釣られないのやばいだろマジであれはやばい、どう考えてもあれはやばいね、おかしいよ、おかしいよ、俺だった一旦減らそう、減らそう、え、じゃああそこ閉めたの誰、俺だよ、だからズズズズ、お前そんな知能あったんだよ、これはズズは、まあ、こいつ初心者のふりしてんだよこいつなんかちょっとしてたよなあれ、スタッチキルなんてできるんかお前、できるんかい、ちょっと感じちゃったもんな、ズズなんでサコイロとずっと二人きりだったのに殺さなかったの、一人来たらその人殺して小色ちゃんに罪をなすりつけようと思ってた、やばい、やばい、ずーっと考えた、これをずーっと待ってた、でもちゃんとしてるじゃんもう、誰も来なかったから、めっちゃちゃんとやってるじゃん、まあいいや